六本木三 k は、新日本プロレスのタッグチームである。後のショの初用組となる、田中翔と小松洋平は、新日本プロレスの2012年2月同期入門組で、あり、ヤングライオン時代からたびたびタッグを結成していた。2016年1月から田中、小松は共に、海外武者修行に旅立ち、風神、雷神、天ぷらボーイズのチーム名で、 タッグチームとして活躍した。2017年9月16日、新日本プロレス、広島大会にて、IWGP ジュニアタッグ王座を防衛した、田口隆介リコシャ組に対し、同日に六本木バイスラストマッチを戦った、ロッキー・ロメロが六本木 3K なるタッグチームを連れてくると挑戦表明する。しかしロッキーはこのタッグチームの詳細を明かさず、 同王座防衛戦が決定するも挑戦者組はどちらも X と発表される。10月9日、両国国技館大会にて IWGP ジュニアタッグ選手権試合が行われる。登場した挑戦者組である X はかつての田中小松であるショアンド用組であった。試合では華麗なタッグワークを披露し試合を展開。最後は合体2三 k で王者組の田口アンド。 リコシェ組から王座ダッシュ。初挑戦ながら初体幹を果たし、第54代王者に輝いた。その後もジュニアタッグ戦線で活躍し、IWGP ジュニアタッグ王座を、稽古度体幹、スーパージュニアタグトーナメントを3連覇するなどの戦績を収めた。しかし2021年のスーパージュニアタグトーナメント直前から洋画極度のスランプに陥り、 大会終盤の8.16東京、幸楽園ホールでの金丸吉信エルデスペラード戦で攻め込まれ、窮地に陥ったようを、書が救出せず敗戦。試合後、書が、用に対し、ショックアローを放つとさらに、猛用済みだと決別を宣言。タック解消となった。3K、ありがとうございます。